ほら、堂島さん。みっちゃん、誰だ、こんなとこに。ダンツ大工ですよ。てか、家に突っ込んでないで、ほら。おお、帰ったぞ。おかえり。ああ、奈々子ちゃん、悪いんだけど、布団敷いてきてくれるかな。はあ、やれやれ、いくらなんでも飲みすぎだよ。これが、飲まんちゃく、あのガキ偉そうに。おっちゃんな、うちおめえらがランドセルだった自分。実は県警から特別捜査協力員ってのが送り込まれてきたんだよ。いやほら、4月からの連続殺人にあんまり進展がないからさ。でその協力員ってのが名の知れた私立探偵事務所のエースらしいんだけどさ、会ってびっくり。ただのガキだろあんなの。やれ、推理推理推理。エースだかなんだか知らんが、ガキの遊びに付き合わされる身にもなりやがる。バカにしやがって。その彼、難事件を解く力になれれば報酬はいらないな。おかげで上がすっかり気に入っちゃって、僕らも断れなくて。あのじい。ああ、すいません。ちゃく、楽しそうにペラペラしゃべ。元だって言いや、おめえがあの覗き男を。それとお前も悪いんだぞ。何かと現場はチュルチュルしやがって。お布団。ほら、堂島さん、立ってください。お酒臭いね。